はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日から7月場所が開幕しました。そしてね、もう先ほど終わったばっかりで、もうめちゃくちゃね、今見てて僕もテンション高くなってるんで、ちょっと今動画撮ってるんですけども、もう感動しましたね。うん、まあ久々のね、名古屋場所、地方場所開催とか、そのみんながね頑張ってるとか、そういうのもそうなんですけど、まあ何よりね、横綱がいると、横綱白鵬さんが土俵に帰ってきたと。うん、やっぱりね、もう土俵入りの時からね、もう見入ってしまったね。うん、っていうのも、まあ、やっぱりもうみんな本人も分かってると思うけど、身体をかけてるということで、もう一日一日がね勝負というか最後になるかもしれないっていうのは本人もね分かってると思うんですよね。だからこそこう、まあ目に焼き付けておきたいというか、僕も今日はテレビの前でかじりついて見てたんですけども、土俵入りっていうのはやっぱりね、横綱の土俵入りは本当に特別だなと思いましたね。こう何がどう特別かはね、この語彙力のない僕にはもうファンタスティックとしか言いようがないんだけど、もう本当に神々しい、素晴らしい土俵入りでした。そしてね、もういい相撲多かったんだけども、やっぱり結びの一番、横綱白鵬対新小結び明生、もうどうなるかなと思って見てたんですよ。もう明生もね、明生関もやっぱり新小結びで横綱食ってやろうと初日から気合入ってたと思います。でどうなるかなと思ってたら、もう横綱右から張り出して左四つ、もうこれね、はっきり言って張り出しして、もう組んだ瞬間に、あ、もうこれ横綱勝ちなのかなと思いました。思いましたが、でもそっからね、やっぱり、こう、力の衰えっていうのはね、あるんだね。なんか、まあもちろんね、一年ぶりっていうのもある。一年ぶりに土俵帰ってきて、万全でっていうのはそれは難しいとは思うんだけど、でもやっぱりあれだけの体勢になってね、それでも、こう、土俵際まで、寄られてしまった。で、危なくて、最後も、まあ、逆転の掛け投げで勝つんだけども、もう、あれも危なかったね。本当に危なかった。まず、組んでね、寄られた時に危なかったし、なんか、ちょっと腰高いように見えたし、まあ、最後、投げ決まったけども、もう、綺麗に転がしたっていうよりは、もう、捨て身の投げだよね。自分ごと倒れていって。まあ、そこにやっぱりね、横綱の力の衰えと、でも、まあ、もちろん明生関のね、凄さというか、まあ勢いもあると思う、力もある。ただその、なんつだろうな、気迫と執念を感じたね、俺は。もう、みんなのご存知の通り、先も長くない、力も衰えてる。でも、その集中力と、技術と、まあ経験と、まあ、それを執念。で最後あそこで勝つっていうのはね、俺もね感動しちゃったな。今まで僕がね、僕の学生時代から今までにかけて、もうずっとね、もう白鵬さんの時代だったんですよ。本当に白鵬時代の、まあ言ったら一番最後になるよね、今一番最後のこの状況で、もう今までね積み上げてきたものを使い、そして失ったものもあるけど、それでもやっぱりこの執念であの白星を勝ち取ったっていうのはね、もうほんと感動しましたね。まあ、もちろんその横綱らしくないスマートじゃない勝ち方だったんだけども、それがね逆にね好印象でしたね。本当に今日の一番は楽しかったな。で明日もね、まあ、遠藤先輩との取り組みということで、まあもちろん強敵ではある。今日みたいにというか今日もダメなんだけど、今日もね内容はあれだったんだけど、まあ今日と同じくそれ以上にきつい戦いになると思うんですよね。そこをこの横綱、世紀の大横綱がどういう風に攻略していくのかというか乗り越えていくのか、白星をもぎ取っていくのか、そこがね、すごく楽しみ。だから俺今ね、横綱白鵬の白鵬関の取り組みを、その横綱白鵬の関の時代の中で今一番ね見たいと思うね。今が一番このなんか俺としては魅力のある横綱な気がする。なんかこうなんて言うんだろうな、
いろいろ失ってとか力が落ちて、それでもなおこうね勝利を求めてあがくっていうのがなんかね、僕にはもう最高にねかっこよく見える、まあ、もちろん去り際ねきっちりしろ、きっちりというかねスパッとみたいなのが美しいと感じる人かもいるかもしれないんだけど、俺は今のこのがむしゃらな白鵬関横綱っていうのがね本当にねかっこよく映ったね。うん、まあ明日からはどうなるかわからない、もう本当に明日負けて引退なんてことも、まあ、可能性としてはね全然ある中で、うん、まあさすがにいっぱいであれはないだろうけど、まあ一日一日がね、まあ、勝負ということで、まあ今場所本当にね時間の許す限りね横綱の取り組みっていうのをこう目に焼き付けて、取り組みというかもうなんか生き様というかね、なんて言うんだろうな、最後の力を振り絞って気合と気迫と集中力といろいろ技術で白星を重ねていくのかいかないのか分かんないけど、その姿をね焼き付けていきたいなと思います。はい、もう本当にね感動しましたということで、明日からも楽しみにしていきたいと思います。まあ他にもね今日はいい相撲多かったんじゃないかなと思いますね。綱取りのね照ノ富士関も勝ったし落ち着いたし、まあ大栄翔じゃなくて貴景勝関もね、まあまあちょっと押し込まれたとはいえやっぱ余裕あったなと思いましたね。こうバタバタすることなくしっかり相手見てパッとこうね落としましたね。うん、あとあんま注目だったんだけど正代関、大関正代がねめちゃくちゃいい相撲あった気がするね。まあ、あれこそ正代関の相撲だよなって感じ、その体を思いっきりぶつけてこの両回しをねじ込みながら起こしていくみたいな、あれが強いんだよね。まあ、俺がなんか本当語るほど顔じゃないんだけど、本当にあのなんか強引さというかなんかこう無理やりねじ込みながら前に出てくる圧力っていうのが本当バケモンレベルだと思いますね。なので正代関、まあ、今場所カド番でもないし、まあ、注目もされてないしっていうので、まあ、先場所ほどの、ね、プレッシャーもない中でもしかしたらあるのかもしれない、はい、そして翔猿あの蹴返しはね神レベルですね。もうあれをね狙って決めれるのがすごいね、うん、ツイッターにも言いましたがね蹴返し界の神です、ゴッド、うん、素晴らしいテクニック見せつけてくれました。なんか今日は本当にね、まあ、相撲をゆっくり見て久々に本当に満足のいくね初日でしたね。明日からも、まあ、横綱も含めて期待したいと思います。というわけでそんな感じ、アディオス。